で、広っ、金あった金。嘘。チェ、廃校、廃校じゃない、チェストがある。え、ゾンビスポナー。まあここでいいやろ別に。落ちた。こんにちは、ご機嫌ズロッコーちゃんとお父さんです。今回は、今回はあの後ろに見えているピラミッド、うん、攻略していきます。はい、結構でかいね。うまっちょ。忘れちゃいけんよ。爆発するよね。これは注意、ここを壊したら入れるけど、この下に感圧板があって TNT が下に敷き詰められてる。そう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 。やから、こっちから行こう、ここから。あー、やばいやばいやばい、ダメ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 。砂持っちゃうやろ？砂あるよ。おー、すごいすごいすごい。なら、慎重に行くよ、慎重に。うん、慎重に行こう。そしたら、お父さんは、こっちから下に掘ってって。どっち？ここから。よし、行くよ。はい。気をつけてね、気をつけてね。あー、あの真ん中やね、感圧板。感圧板、まず壊してや。いくよ、壊すよ。うん、壊して。オッケー。下の TNT も回収しよっか。うん、回収できるよね。あー、松明が欲しいな。作れん？松明持っちゃう。あ、松明4つ持ってるわ。そもそも。よし、ちょっと明るくするよ。オッケー。オッケー。一箇所明るくすればいいやろ。いくよ。うん。やったやったー。ならチェスト開けようか。こっから、これから。うん。せーの、ドン。お、金リンゴ。金リンゴとゾンビ肉だらけや。ゾンビ肉だらけやね。骨。うん。ゾンビ肉と骨ってさ、肉と骨やろ。怖いね、ちょっと恐ろしいね。うえぇ、ー、え、下水なんやけど。見て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 。下水よ。あ、ほんとや。地下水脈？何ここ、何、え、どっから出てきちゃう。見てるとさ、ほら、こんなんなっちゃうか。じゃあ2つ目いこうか。ここね。はい、せーの、ドン。お、エンチャントの本。何これ、聞いたことないよこれ。あと雲の目。うん、よし、次いこうか。いくよ、せーの、ドン。お、また金リンゴ。サドル。あ、サドルやん。やった。乗れるじゃん。クラ。クラ。サドル二つある。ほんとや。ゾンビ肉がさ、この宝箱全部で何個になったか数えてみよう。もうお父さんすでに27やってる。よし、じゃあ、最後の一つね。せーの、ドン。エメラルド、お、エンチャン、入れ食いさん、やった、魚やん。エメラルド、ゾンビ肉、サドル、糸、ね、火薬、ゾンビ肉ちょっとちょうだい、お父さんの持ってるやつ、うん、やー、ワンスタック溜まったか。ちょっとお父さんあげるわ。ステーキに見えるかもしれんけど、ゾンビ肉やけね、これ。そう、ほら、よし、もうこの神殿、神殿じゃない、ピラミッドってもうこれしかないんかいね。うん。だいぶいいものをゲットしたね。意外とさ、まだなんか秘密があるんじゃないの？ピラミッド？うん。ないか。ネザーゲートの残骸見つけた。残骸？来る？あ、ほんとや。オッケー。何ある？金ブロック。でも鉄のつるはしないよ。あー、鉄のつるはしはないね。待って、鉄がないってね。このチェストに入ってなかったらもうダメ、もう無理ってなるね。さあ早くおいで。マジか、つるはしないんか。そうよね。せーの、ドン。消滅の呪い。そして
金の女。え、これめっちゃ強いよ。攻撃力10じゃん。デザライトより強いよ。あとは時計、火打ち石。金ブロック欲しかったね。下に掘って鉄を探すっていうのはできるけどね。お父さんも石のつるはしは持っとるよ。ちょっと潜ってみる。松明もちょっとあるんだろ。松明3しかない。マグマブロック明かりとして使おうや。この暗い洞窟あるやん。ファントム寝てない系や。ファントムダメ、ファントムダメ。勝てん。勝てんことはないけど、3日間寝てないと出てくるんだよね。そう、2人で倒せると思うよ。ちょっと金の斧使うわ。ふぅ、金のシャベル。スーパー。今さ、鉄ゲットした？うん、鉄ゲットした1個。どうした？塩。あ、やばい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 。スパイダーに乗ったスケルトンとか来よる。ちょっとした明かりにはね。うん、あ、やばいやばい、ついてきよるな、これ。待って、鉄絶対あるやろ、こんなか。見てよ、お父さん。ありそうやね。絶対ある。ちょっと潜ってみていい？いいよ。水中のやつあるけど、こうちゃん。水中呼吸のヘルメットやから。何この明かり。月明かりか。そんなかそんなか。あと、鉄2個と、あ、石炭はあそこにあるね。石炭。で、広っ！金あった、金！嘘。廃校？廃校じゃない、チェストがある。え？ゾンビスポナー。うわ、広っ。ゾンビスポナーとね、金がある、こっち、金。ここ何？見て、お父さん。あ、チェストや、ほんとチェスト。あれは鉄か金か分からんけど。やば、すごいじゃん、ここ。ちょっと拠点を作りたいね、ならね。うん。やばいよ。一回家に帰ろう。そうやね。ここ座標あれしちょって。マイナス270の。危ない。891、60、60が悪いね。よし、よし、オッケー。ちょっと、撤退しよう。ちょっと、松明だけ耐えとくよ、一、うん、つ。ここっていう証つけとこ、証。よし！こっちもさ、水没してはおるけど、なんかありそうやね。鉄のつるはしがだいぶいりそうよ。金がたくさんあるし。え、入り口こんなとこやなかったやろ。出口は、本当はここじゃないけど、まあここでいいやろ別に。まあここでいいやろ別に。落ちた！うわぁ、これ、ちょっと拾っとくよ。うん。大事なのだけさ、砂とか捨ててさ、持ってや。ベッド持っていくね。うん。大体、必要なものは全部拾って。とりあえず光があったら、そっから抜けたら、ネザーゲートの残骸あるところに行ったらいいだけやっけ。痛い、死ぬ。お父さん、お父さん死んだ。ここがどこか全くわからん。ベッドも持ってったけどさ。まあベッドはまた作ればええやろ。でもそしたらスポーン地点もさ、ありやしさ。